皆さん、こんばんは、声楽の田川ですえ。今日は初心者向けというか、歌を始めたいわっていう方たちでも、えー、安心して始めることのできる動画にしていきたいと思っています。あの、歌を始めるって、きっと、例えばテレビ番組とか、コンサートでとか、ちょっと耳に挟んだとか、そういうので、お名はピーノカローとか、そういうのを聞いて、あ、私もそんなの歌ってみたいわ、とか、なんだろうね。そういう歌がきっと皆さんの中にあったりして、 t i to say goodbye とか私には歌えない歌なんだろうなーって漠然と皆さんの中で思ってらっしゃるかもしれないけどできます皆さんぜひ始めてみてください皆さんの中であの歌ってすごくハードルが高いかもしれないけどあのお話をする時の声にあの何て言うの違和感とか痛みとかっていうのがなくって喉が元気でそしてあの呼吸 を送ったりしても咳が出ませんとかそういう状態であればお歌を始めていただけると思います。もしあの、 咳が出ますとかそういうことがあった場合は少し症状が落ち着いてから始めていただいたらいいかなと思います。そして世界にたった一つの素敵な声を磨くのははい、今だと思います。ちょっと古いですって言われるかもしれないけど本当にね、今、今、今、あのご縁がある時っていうのは今なのね。今私のチャンネルを開いてくださってるのはそれがご縁の時だと思います。ということで早速始めていきたいと思います。まずですね、あのあくびの口をしていただいてあれめ。 これだけでいいです。まずファーストステップ。今日ね3つのコツがありますので。はあー眠い。はあー眠い。この練習してください。はあー眠い。これがあのいわゆる喉を開けるっていうことの一つになりますので。あー眠い。あー今日はもう僕は眠い。私は眠い。これ喉ですので。 あくびをして。こんな声をまず練習してみてくださいな。あくびをして。はあ、あくびをして、はあおなんかの。子供たちだと。もうなんかこんなこんな動作だけでもあくび出るようになる。はあ、これでオッケー。これで。 タイムトゥーの声にどんどん近づくよ。そして、セカンドステップスケセカンドステップは、発音なんですけど、あえいあえかけきこく。私は町田市の出身です。これだと、あの、歌の発語には向かないので、ああ、ええ。 チーとー。 練習してみてください。で今私いろんな高さでやってみたと思うのね。それをね。練習してください。なんでかっていうと、あの例えばお話し声ってだいたい。同じような場所で喋るじゃないですか？あ、すいません。ピーナッツパッターパンお願いします。ピーナッツパッドピーナッツパウーパンお願いします。っていう人はなかなかいないでしょえ。ピーナッツバターパンお願いします。はい、一つ。 あ袋いいらなですこの高さばっかり使っていると、体が、この人はこの高さしか使わないのねって言って、こう、サボりすることを覚えてしまうので、違うちゃ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 うよって、ほーもやるし、ほーもやるよっていうのを教えておきたいので、そしてそれを体に教え込んで、使うのよーっていうのをシミュレーションしておきたいのね。なので、あ、えいおうかけきこくっていう発音と一緒に、 あー、えー、えーえー、おー、おーってやっときたいのよ。そうすると、かけけこく。だってさ、私、あの、例えば、ソプラノの方が、私は低い方が出ないので、はははははっていうところしかやりませんってことないでしょソプラノの方だって、ゆうやけこやけ。 で歌われるし、逆にメゾの人だって高い方ベルドの練習とかやるわけですよ。だからどこの高さだからどこは使わなくていいっていうことはなくって、その中でももちろん得意なところっていうのがあると思うけど、そんなわけで皆さんああいいよカー,かー,けーだからなんか歌います、はい固まりますとかじゃなくてね、っていうのをやってください。はいセカンドワン最初のステップなんでしたか？あくびの練習。 ももうあくび何回してもいいよ<う>そのうち声出して。ううう私もう眠いから何回でも出ちゃう。うこれやっといて。で2回目。2つ目。あ<ー>だけどこれ最初から大変だったら。あえー、いいおうって同じトーンでもいいよ。 でもいいよでその高さもねあのそれぞれ出しやすい出しにくいあると思うのでそこはアレンジしてくださいなそして3つ目はい大事なのはコーキーコーキー例えば私がさっきから歌ってるこれだったらこういう息が必要なわけですよ 言葉と響きが乗っかっかてタイムトゥーってなっていくわけだけどその人にはっていうしっかりとした呼吸が行われてないといけないのでしっかりとした呼吸がはかれてないといけないので簡単なのはスのスこスッスにス回スッ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 スススッ みたいに息の練習をしてみてくださいな。そしてイメージとしては、えっと、ろうそくを吹き消すようなイメージ。 フッ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 この古希なくして声楽の歌っていうのは絶対歌っていけない多分声楽だけじゃなくてアナウンスもそうですしミュージカルの歌もそうだしボ主のーとかもそうだと思いますけどぜひぜひそれを忘れないフッ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 このフッ 忘れないようにしてください。ということで、今日はビギナーの皆さんでもすぐに始められるえ3つのコツでした。3つの手2から3になっちゃった。3つのコツでした。1つ目は皆さん、あくびで、あくびで、ほ2つ目は、あえいおう。かけきこく。歌にふさわしい舞台発語法で、させし、させし。 あ、すじゃなくて、ね、少し長く伸ばすようなつもりだといいかもよ。さあ、せーしーって、せーってはならないと思う。さあ、せーしーって、一つずつ伸ばしてみたらどうかな。で、最後が。すす 毎日やってみてくださいなそうすると声が出やすくなりますわよで、声が出やすくなるとどうなるかって言うとさっきやったけどさっきタイムトゥセイグッバイ歌っといてあえをおかけ帰国もないもんでございますよね生きてゆくことの意味とか言う時に生きてゆく 発音できてると「生きて」ってすぐに歌にできるんだけど「生きて」って発音しとくと「生きて」って怒っちゃうのね。なので「生きてゆくことの」って練習してくださると嬉しいな。 そんな感じで、えー、ビギナーズの皆さんも初めて歌を歌ってみたいのよっていう皆さんもそれから日常の練習に加えたいわってあのちょっとアイディアに欲しいわっていう皆さんもぜひぜひ加えてみてくださいませ。この声からはっえおおって始めてもいいよ。その方が分かりやすいかもしれないよね。おええおおみたいにね。 そして、コキの練習も忘れないでね。それで皆さんどうなったか教えてちょうじゃあね、みんな。バイバイ。今日はプレミア公開見てくれてありがとうね。ちゃお。